はい、ハンマ家の本家の本物貴族のハンマ硫黄先生です。人間の上の生物というふうに教えております。若い時はね、非常に力が良かったんですけれども、今もまだね調整取れないんですけど、人間の博士とかノーベル賞とかね、名医とか言っても私の1万分の1ぐらいの知能です。人間でいうと動物、猿とかね、犬とかいうレベルなんですね。ですから私の財産とかお金とかねがそれ以上取ってる人はもう死刑なんですね。これみんな人間たちが盗んでるわけですよ。私よりか財産使ったりとかね、お金使ったりね、私よりか知ってる人、上の生物ですからね、知能の。人間でいうと猿とか犬とかね、いう人間というのはそういうレベルなんですね、私から見て。ということでね、まだそういう乱戦が多すぎるんですね。とにかく簡単に言って、世界中の人間がね、私よりかお金を使ったり財産を持ってる人は全部死刑だということですね。使ってる人はね、そういうことですね。まだね、私はちっちゃい時は弱いんで何も言えなかったんだけど、そろそろ大人になってきて、ちゃんとしないといけないってね、自分の財産ですね、というふうに表明してるんですね。で、人間の上の生物でね、人間って全員超低い知能の動物なんですよ。ただね、テレパシーとか教えるとその通り かなりすごいものまで作れるしね、道具を作れるわけです。だから非常に危険なんですけども、非常にそういう関係で知能は低い生物の中では力強いんですね。だから私の方の力、上の生物で財産とか圧倒的に上の知能の生物の私一人対人間全員にと対抗してるわけですから、なかなかね実際の財産がね組めなくて、要するに私は上の生物なんでね、人間たちは犬みたいなもん、犬とかね猿とかいうレベルの差があるんですね、人間でいうとね。だから私の財産とかお金とかいうそれ以上使ってる人は全部死刑だと世界中に教えてるわけですね。で、今のところまだ力弱いんで人間に取られてるわけですよ。私よりか多く財産取ってる人はね、お金とかね、自由に使ってる人たち、世界中の人ね。ということを説明してるんだけど、まあなかなかもうしょっちゅう、1日だいたい1000人ぐらい その摩擦でね、本当の財産の分配ということで、私と人間との間にね、摩擦が起きてるんですね。で、人間たち多いから強いわけですね。私一人だからね。ただ上の生物でね、で戦わないといけないということで、そういうことをね、ぜひちょっと説明してるんだけども、人間たちが私の財産を盗んでるというかね、私より金持ちは存在しないし、地球でね。私よりかお金使ってたり財産持ってる人は死刑であると 100% ね、私から盗んでるものなんですよね。だから死刑であるということをちょっとお伝えしています。